そうそう。あのね、本当に日本に貢献している人で、自分のことを国士って言ってる人聞いたことないんだよね。インターネット上で国士って言ってる人って、大体匿名の何したかわかんない人なんだよね。だから、なんだろうね、国士っていう言葉を使う人と、それを他人を表現するときに使うやつって、僕基本的にみんなバカだと思ってるのね。これ違うんだったら教えて。自称国士で日本にすごい貢献した人って、ちょっといるんだったら教えて。一人ぐらいいるかもしれないけどさ。ほら、要は、日本に貢献した人が国士と名乗るとか、日本に貢献した人が国士と呼ばれるんだったらさ、少なくともさ、1000人ぐらい国士がいて叱るべきじゃん。でもさ、自称国士でさ、この役満、自称国士で、成果を上げた人って、僕聞いたことないのよ。あと、まあ、普通の日本人ね。国士って何？なんだろうな。何にもしてない人が自分を褒めるために使う言葉かな。本来の意味は違うんだろうけど、今、日本のネット上で使われる使い方として。卑弥呼とか、国士ビジネスマン。国士とかリアルに使ってるやついたら近寄らん。国士って初めて聞きました。ググってみるんですよ。国士という言葉を使う人が。麻雀用語。もともと、まあ、もともとじゃない。麻雀用語の方が今有名だよね。基準もわからん。そう、俺は国士で、そう、国士気取り。そうそう、だからね、国士気取りさんっていうのと、国士気取りを喜ばせるっていうビジネスがあって、ネトウヨを喜ばせる系本ってすげえ売れるのよ。まあ今でもそこそこ売れるんだと思うんだけど、一時期その本ばかりなんか本屋の平棚に並んでたんだけど、なんだろうな、普通の日本人の人と国士の人で共通するのって、自分に自信がない人だと思うんですよ。限定するとまあ微妙なんで、限定しないで言いましたけど、結局自分が何か成果を上げれたり、他人から評価されてる場合って、自分が日本人であるということ以外に自慢したい褒められたりする要素があるんですよ。例えばじゃあさ、美人とかイケメンだったら、別に俺日本人だって主張する必要ないのよ。普通に、あ、かっこいいね、かわいいねって褒められて終わりだから、自分が日本人であるということをことさら他人に強調する意味がないのよ。でも何もない人って、自分が日本人であるという地ぐらいしか他人に誇れるものがないんだよね。そういう人が割と普通の日本人みたいなこと言い出すのよ。例えばじゃあさ、外資系の企業で働いててめちゃめちゃ儲けてますとかって人だったらさ、別に自分のその人種が何かとかって超絶どうでもいいじゃないですか。普通に稼いでるから、ああ、楽しい人生ですね、よかったですね、みたいな。自信か、自尊心じゃねえかな。自信と自尊心は同じ意味じゃないかな。虎の威を借りる狐。問題は虎の威ですらないってことなんだよね。例えば親が金持ちで自慢をする子供っていうのは虎の威を借りるなんですよ。例えばひげおやじさんとか、親が金持ちっていうだけでブイブイ言わせてるわけですよ。一生食いっぱぐれねえぞ、俺みたいな。で、愛の虎の威を借りるって言うんだけど、別にさ、みんな日本人じゃん。なんだろうな、日本人相手に日本人って言われても、いやいや、僕も日本人なんですけどってなるじゃん。だから、虎の威ってあくまで言う対象よりも偉いとか価値があるっていうのが虎なわけじゃん。でもなんかさ、うさぎ同士、あ、俺うさぎっす、あ、俺もうさぎっすって言っても、それ虎の威を借りるとは言わないと思うんだよね。外で仕事したくない。